ございます。もう回ってる。もうたまたまですね。いつも清志の車につけられるんですよ。大体僕がこう信号待ちすると黒田さんがこうブーンってこう行くんです。で、黒田さん気づいてないんで。ですよね。ずっとつけられてます。おはようございます。よろしくお願いします。フォーラムですね、フォーラム。1年ぶりですか、和楽器バンドは。今回のツアーは大体この4本で回ってます。もう僕これがいわゆる一尺八寸間尺八なんですけど、まあ、これが一尺七寸ってちょっと短いやつで、ほとんどこの2曲で回してるんですけど、今回のツアーのセットリストの中だとどっぽだけこの一尺九寸間を使っていて、あとグレンだけこの一尺六寸間を使っています。まあ、あとはルーレットで何の曲が出てくるかなんですけれど、まあ、基本はこの4本で今回のツアーを回ると思います。そうですね、もう4月は結構最初の方はもう記憶が遠くなってきてしまってはいるんですけれども、やっぱり初めて行った場所はすごく印象的ですよね。気持ち的にもなんかこれは絶対食べなきゃとか、そういうものも初めてのやっぱり地方だと生まれてあったりするんで、まあ、今回だと初めて行ったのは福井とか高知とか、まあ、福島市もそうですし岩手もそうですけど、富山もそうですよね。あとそうだ、島根もすごい印象的でしたね。出雲大社すごい行きたいところだったんで、すごい土砂降りだったんですけれど行くことできましたし、山も登ってきたんで、すごい思い出深いですね。まあ、今回も本当にスタッフさんたちのおかげですごいやりやすい日程の中でやらせていただいてるなと思っていて、本当に大変なのはスタッフさんたちで、朝早くからもう次の公演に向けて前の場所から動いたりっていうのがあるんですけど、僕たちは結構お昼集合だったりとか、そういう意味ではまあ寝坊しようがない中でやらせてもらってるんで、それは本当にあのスタッフさんたちのおかげだなと。ありがとうございます。ありがとうございます。これ健康玉って言うんですけど、僕最近ハマってて、手でコロコロ回すボケ防止の。これはそれはあなたがやる必要あるんですか。じゃあ、あのね無駄な力が抜けるんですよ。まあ、手ベタベタなんですけど、ね、やっぱ余計手疲れそうじゃないですか。これを親指を使わずにこうやってやったりとかして、まあ指慣らしですね、言っちゃえば。僕との動きの違い見てください、これ。あ、これ難しい。ほら、下手っぴでしょ、ダイさん。あ、難しい、ちょっと待って。でしょ。僕がやってるの見ると超簡単そうに見えたでしょ。これだってもう左手に力が入ってる。これこう左手が固定してる。これね、手疲れますよ。リラックスっていうか、むしろ。いや、これね、ほらね、右手がもう超こわばってるじゃないですか。そう。もう何、そういうやつじゃないから。
終わるんだっけ。今日は終わるよ。今日終わる日だっけ。今日は終わるよ。どんどんやっぱりもうカメラとか、ね、俺がやっぱりロックバンドを再建するよ。バイオレンスだ。ベース投げてる。もうちょっと上ですね。あと1回やってみますか。あ、ごめんなさい。でも今のはいいよ。というわけで、ベースを投げる練習です。テックさんとね、協力して。いや今回すごいんですよ。この投げるためだけにこのベース用意しましたから。いろんな秘密がね、そういろんな音に関しては。これ、あれですね、その成功したらバッチリ使ってもらって、失敗したらバッサリカットしてもらって。バッサリカットしてもらって。臭くなってテンション下がるんですよ。いや、そんなことない。本当だ、なんかほのかにいい匂いがする。嘘でしょ。出てきます。もうちょっと間行ってみましょう。いいですか。はい、行きましょう。朝からだっけろこれ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 いや、いいと思います。はい、ありがとうございます。お願いします。すみません、コロナの茶番でよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、こういう並びって決まってるんですか。並びって決まってるんですか。でも大体この辺に適当に置いとけば、こっちって、
これゴムで挟んでるんですよ。なんでなんだろう。と引っ張るのにちょっと力いるし、でも この辺置いといたらバーって伸ばしてる時にサッて取って引けるんで、ピック落としてもすぐ引きます。どうですか。いやー今日ね、なんかギターが手になじまないですね。なんかさっきからリハの時に結構楽器調整してるんですけど、なんだろう、最近結構僕弾き方が少しずつ変わってきてて、なんかそれになんか多分今の楽器が合ってなくて、なんかだんだんギター触るごとに違和感が出てきてて、結構調整で追い込もうとしたんですけどちょっと無理ありますね。じゃあちょっとだけ本番も不安って。不安ですね。手になじまないギターそんなことあるんですか、ツアー中とかもあったんですか。いやあんまないですよ。今回ツアーこれだけやってきて初めてですね。なんで別にそんな時間空いたわけでもないしね。頑張ります。いや怖いわこれ。でしょでしょ。もういつ切れてもおかしくない。この前みたいにあの花になれるあれはもう最悪の状況ですよ。だって花道をさ藤原さんが走っていくわけにもいかず、もう戻るにも戻れないしどうしようもない。本番までもう1時間ちょっとなんで、ぼちぼち準備をして心と体を本番に向けて、ちょっとね、慣らしていきたいなと思ってます。もうすぐ本番です。もうすぐ、あ、大丈夫ですか。危ない危ない危ない。大丈夫ですか。もうすぐ本番で、あと2時間弱で。あ、後ろ危ないですよ。はいはい、まあ、東京本当帰ってきた感が強いので、ツアーでまあやってていろいろ曲も成長してる、パフォーマンスも成長してますので、それがうまく出せればいいかなと、はい、力まずに緊張せずに、で映像が入ると普段失敗しないところで失敗したりするんですが、そういうところもなるべくうまくごまかしてやりたいと思います。よろしくお願いします。